森田光一は日本大韓民国の技術者。ブリジストン最高技術責任者、ブリジストン中央研究所長などを経て、ネクセンタイヤ副社長、ネクセンタイヤ未来技術研究所長、文部科学大臣表彰科学技術賞受賞。1986年、東京農工大学工学部工業科学科卒業、ブリジストン入社。 2000年ブリジストンタイヤ材料開発部エラストマー、開発ユニットリーダー。2007年ブリジストン研究第一部長。2011年ブリジストン中央研究所長、県研究第3部長兼先端機能基盤技術、研究第4ユニットリーダー兼研究開発企画、管理ユニットリーダー兼新素材、複合材開発部主任部員。 2013年ブリジストンイノベーション本部長。同年、編成ポリマーを用いた材料などの構造制御技術と、タイヤの開発で、文部科学大臣表彰科学技術賞受賞。2014年ブリジストンイノベーション本部長兼、CTO、技術鑑賞主任部員兼経営企画本部、主任部員兼経営企画部主任部員。2015年ブリジストン執行役員中央。 研究所担当兼中央研究所長兼 CTO、技術鑑賞主任部員、兼イノベーション担当主任部員兼経営企画本部、主任部員兼経営企画部主任部員。2018年ヤマハ執行役員技術本部、研究開発統括部長。2020年ネクセンタイヤ未来技術、ビジネスグループ長、ネクセンタイヤ未来技術研究所長。ありがとうございます。